Hi, I'm Chris from Philippines and welcome to my channel. みなさん、こんにちは。私のチャンネルにようこそ。私はフィリピンのクリスです。So following my reaction to Deep Impact, I am reacting again to The Greatness of the Derby and Deep Impact Kirin Kawashima.And this video was suggested by a viewer of mine. Thank you so much for your wonderful suggestion. では早速始めましょう。中央競馬っていうのがですね、まあ、1年間になんと3400レースあるんですよ。レースの数が。その3400あるレースの中で一番権威のあると言われたのが日本ダービーなんです。はい。じゃあその凄さからまず紹介させていただきましょう。こちら。じゃん。7197頭の頂点を決めるレース。この数字というのは2010年に生まれたサラブレッドの数なんですね。そんなにいっぱい生まれたんですね。生まれちゃいましたね。生まれちゃったんです。競馬ってびっくりの連続でしょ。僕のコースなんです。ちょっと遮光してしまいましたから。遮光してしまいました。こちらもすごいんですけども、ドン。観客は10万人以上、ということで、で最も入ったのが1990年なんですね。はい、その数なんと19万6517人。19万人ですよ。そんな入れんの？あそこ。その時の模様がこちら。パドックです、これ。これレースじゃないですよ。パドックでこの人数、そしてスタンドもこの一人です。普段は障害レースを行うコースの上まで人がびっしり入ってしまう。うわすごい。ちなみに19万って言ったら、あの鳥取市の人口と同じぐらいですね。鳥取市全部来ちゃったようなもんなんです。すごい。鳥取ダービーだね。鳥取ダービー。They mean the audience。 さらにダービーの一着賞金が2億円であることを紹介。200 million yen。ダービーが特別なレースであることを一通り説明した川島は、ここで過去79頭いるダービー馬の中でも最も有名なあの馬を紹介する。そんな強いダービー馬の中でもこの馬が一番強かったんじゃないかという、そのダービー馬紹介させていただきたいと思います。ドン。出ました。ディープインパクト。さすがにこれはやっぱり、はい、知ってましたか。はい、知ってます。でもちょっとレースあんまり見たことないでしょ。ないですね。はい、ということでございまして、このディープインパクトが世間にですね、この強さを知らしめたバカゴマステークスというレースがありますので、まずはちょっとそちらをご覧ください。はい、今映像出てるのが若鴨ステークスというレースに出走したディープインパクトです。先頭から20馬身離されました。最高峰を走っております。これは離されすぎだよね。普通の馬なら致命的なんです。2戦しかございません。しかし4コーナーを前に徐々に進出開始しまして、直線に向かいます。これがもう、まあ、この段階で3着ならいいかというレースから3着来たな。見ててください、このレース。そして、これおかしいでしょ。どうしたの。さあ、このディープインパクト、圧倒的に違う次元の走りをして、これがすごいレース。今見ても興奮する。ギリギリ刺すとかじゃないんだもんね。他の馬が止まって見える。そうだね。走ってましたよね。ね、走ってましたよね。あれ。乗ってたのが竹豊ジョッキーなんですけど、どうでしたかって言われた時に、いや飛んでましたね。そう。ただ一頭飛んでたって言うんですよ。ペガサスだったというんです。なんでファンから飛ぶ走りと言われるように。決して障害レースを飛んだとかやめてください。つまらないことやめてください。どんどん教えてあげたくて。あと1回ですよ。あと1回で、あと1回で騎乗停止ですよ。すいません。一軒の飛ぶ走りで乃木坂の興味を引いた川島は満を持して3人にディープインパクトが出走したダービーを見せる。さあ、そして大外に振り回してディープインパクトが外から伺おうという勢いなんですが、さあ残り 400m を切って今坂を登ろうという中間地点か。先頭内列のインティライミ、インティライミがさあ3馬身4馬身と差を広げる。さあ外からディープインパクトが1頭足色が違う。ディープインパクトの竹豊が突っ込んでくる。しかし先頭はインティライミだが、これをかわしてディープインパクトが1頭。さあラスト3番手にシックスセンスが上がってきた。しかし先頭はディープインパクト、これは強い、これは強い、圧勝でディープインパクト。Amazing horse!
いやいいね、圧勝なんですよ。飛んでたでしょ、ちょっと違うなという走りなんですけども、そんなディープインパクト乗ってること武豊ジョッキーなんですけども、なんとですねこのディープ以降ダービーにはちょっと勝ってないんです。しかし今年はですねこのダービーで1番もしくは2番人気になるんじゃないかと言われる絆という馬に武豊ジョッキー乗ります。でその絆がなんとこのディープインパクトの息子なんです。競馬界に格言ございます。ロマンだよ、ね、ダービー馬はダービー馬からという格言があるので、おそらく絆が勝ったらもう感動的なダービージョッキー、ね、また再び武豊誕生というわけでございます。今年の日本ダービーですね、お見逃しなくということで。バカに使ってね、バッタにふさわしいでしょ。ふさわしいですね、はい、橋本は、はい、橋本はあの日本ダービーと言われてましても、何のことか分からなかったんですけど、でもなんとなくなんか筋はつかめてきました。なるほど、ものすごい大会だってことが分かった。そうそうだよね。Oh, this is my second time watching Deep Impact.And that horse is really amazing. Wow, truly amazing. Well, I have here a little information about Deep Impact. Was a champion Japanese thoroughbred racehorse who won the Japanese Triple Crown in 2005 and the Japan Cup in 2006, as well as three other Japan Grade 1 races. Well, he's one of a kind racehorse. Truly amazing, remarkable.And awesome. As the jockey riding him said, he's not running, but he's flying. A flying horse. Well, anyway, another great video. Thank you guys for watching with me. I'll see you very soon. That's it for today. Thank you for watching my video. I hope you like it. If you have any requests or suggestions, just comment down below and I'll check it out. And if you're new to my channel, please don't forget to subscribe, like, comment, or share my videos. And hit that notification bell for more updates. I'll see you again next time. Goodbye!